はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のルイです。さあ皆さん、ラビリンスデッキは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。ラビリンス悪用していこうと思ってまして、本日は限りなくラビリンスデッキに見せかけたグスタフデッキをね、ご紹介していきたいと思ってます。通常トラップカードが発動した時に通常トラップをセットできるよっていう効果が、ラディオブザラディビリンスにはありましてですね、これでですね、セットしていきたいカードがあるんですよ。皆さんはマテリアルゲートっていう、ギミックご存知ですか。チェーンマテリアルっていうカード、これね、かなり特殊な通常トラップで、特段そのなんかこのカード発動した時になんかその相手を破壊するとかそういうのはないんですけど、なんかその融合召喚をするときに、融合素材をデッキとか手札とかフィールド上とか墓地とかもうどっからでも供給していいですよっていうカードなんですね。でゲームから除外して、融合素材にできますというところなわけですよ。だからデッキから素材を除外して融合ができる、融合魔法はちょっと別途必要なんですけども、これとフュージョンゲートっていう、このカード、これを組み合わせることによってデッキの中のモンスターを無限に素材にできるんですよ。フュージョンゲートって融合召喚、効果に対峙がないので何回も打てるんですね。これフュージョンゲート素材さえあれば。で今日は何をやっていくかっていうと、グサマックスをね、連発していくんですけども、皆さんエリクシーラーっていうこのペプシマン知ってます？ペプシマン、ペプシマンね、融合召喚条件激重なんですけど、フェザーマン、バーストレディ、クレイマン、バブルマンとかいうのが舐めてんのかみたいな融合召喚条件してるんですけど、これマテリアルゲートすると一瞬でデッキから融合できるんでめっちゃ強いんですよ。はい。で、除外されてるね、カードをね、全部ね、デッキに戻すっていうね、効果あるんですよ。融合召喚成功した時に。これでね、要は、ゲームから除外された素材をまた戻せるんでね、無限ループが発生するんですね。このペプシマンを一生融合してると。はい。このギミックを今回ちょっとお見合いしていきたいと。はい、いうふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。では限りなくラビリンスに見せかけたゴミカスデッキを皆さんにご紹介していきたいと、いうふうに思っております。これはアリアンナから行くしかねえかな。アリアーヌかアリアーヌの先にこっちか。クックロック発動で、レディも出せるようになっていく。そしてラビリンスサーバンツアリアーヌの効果によって、デッキから、アリアンナを出してくる。でアリアンナの効果とクックロックの効果を発動。さあクックロックの効果によって自分のフィールド上に舞い戻っていく。これね、モンスターめっちゃ並ぶしね、特に縛りつかないからね、この動きするとね、なんかラビリンスのくせに4体ぐらいモンスター出てくるから、なんかこれなんか悪用できる気がするけどね。なんかこの動き悪用できる気がする結構。まあ、とりあえずこうセットするか。で発動しまして、で効果発動します。でレディー・オブ・ザ・ラビリンスの効果によって、まあ、とりあえず一旦マテリアルゲートは絶対にセットしないとダメなんで、マテリアルゲートセット。マテリアルゲートってなってる。どういうことってなってると思う。相手これはこうですね。で戻します。でドローしましょう。はい。あで出します。あいいですね。これデュガレスもできますな。デュガレスもできるんごめん、まあ、これなんでもいいや。はい。で2体のモンスターでデュガレスして、でデュガレスで引けかったら疲れてするから。あとはね、めっちゃ強引にね、そのトラップ打てるカードとで、ね、フュージョンゲートを引いてくればいいわけですよ。はい。2枚ドロー。はい。あー、ゴミだな。ちょっといらねえわ。お前ちょっと墓地に眠ってろ。そして、カード名が異なるモンスター4体の魂をリンクマーカーにセットし、サーキットコンバイン。現れよ。サレウジャ、スカルネット。カードを4枚ドロー。はぁきたーきた、最強だ、最強すぎる、多分あれに最強。そして王家の神殿を発動。これでセットしたターンに1回トラップカードを打つことができる。マテリアルゲート発動。このターン
デッキのモンスターも融合素材にすることが許される。いけ、フュージョンゲート発動。フュージョンゲートの効果によってデッキ、墓地、フィールド、手札全ての、場所から融合素材を供給することができるぜ。うおー、エレメンタルヒーロー4体の魂をゲームから除外し融合召喚。エレメンタルヒーローペプシマン、ペプシマンの融合召喚成功時効果発動。除外されているモンスターを全てデッキに戻す。これをもう一回やっていくぜ。さあ今からてめえ何が起こるか分かんねえって顔してんな。対戦相手顔見えねえけど、今からてめえのライフは一瞬で焼き切る。一瞬でもねえな。そこそこめんどくせえ手順を踏んで焼き切ってやるから待ってろ。エリクシーラーとエリクシーラーで、まあとりあえずちなみにエリクシーラーってのも特に耐えしがいいわけですよ。この除外ゾーンから戻すというね、まあ、効果によって、なので、まあ、エリクシーラでエリクシーラを、エリクシーラでエリクシーラを戻すということも可能となっております。はい、行きましょう。自分の墓地に、存在しているなんかその融合素材とかもう全部だから除外してあげれば戻すことができるから、だから除外して戻してあげるのを繰り返すって感じですね。で、はい、レベル10のモンスターが2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚。生きり立つ肉棒。そうだそう、2000番皆さん、今から、何が起こるかというとね、これをですね、4回繰り返します。で、ね、これをね今から4回繰り返します。はい。あのね、これ繰り返してるんだよね。なんかその無限、これ無限コンボでございまして、今あの相手のライフ一応8000あるんですけど、これねさっきとね同じことが起きるんですよ。実はこれで除外するじゃないですか。でまたイダテン出すでしょ。まあ、イダテンの融合召喚条件が緩いっていうのがいけないところでもあるとは思うんだけども、でエレクシーラーとかいうぶち壊れモンスター出すでしょ。こうするでしょ。でエレクシーラー、はい、でバックターンで除外ゾーンから戻るでしょ。はいはい。でレベル10のモンスターに対して終わり。これミスはですね、これ10作マックスも戻るんですね。デッキにだから3体しかないとか関係ないんですよ。戻るから、はいはい。以降無限に繰り返す。ニョキニョキニョキ。最後まで見てくれてありがとうな。感謝してるぜ。お前にはとっても感謝している。俺と一緒に悠々やってくれてありがとう。感謝の先行ワンキル。ねえ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 、今どんな気持ち？さあなかなかのふなんかあの真面目なねトラップカードをね、あのもうちょい詰めはね、あのラビリンスとして戦えるようになると思うからね、皆さんはねあのぜひねもうちょっと真面目なね、ま、ラビリンスデッキをね組んでいただきたいというふうに思いますね。なんか謎のガジェットモンスター出てきたぞ。ちょっとこれクロックうるせえな。どうせクロックとか発動したことで何も起きないからいいや。第8、えマジ不動のデュエルじゃん。え、まだ若牛来てないけど大丈夫。若牛来てないし、なんか全然まだ新規モンスター追加されてないけど、あの超獣武者軍の、え大丈夫これ、え何これ、えなんかやべえ困惑してる。全然なんか予想外のデッキ出てきた。なんかビヨンド出てんのすげえな。超人武者ってなんか縛り結構つくイメージあったけど、なんか意外といけんですねこれ。はあはあ、なんかすごいいっぱい出てきてんじゃん。やっぱすっごで、ビヨンドの効果によって破壊もするんだ。へえ、爆破もしていくスタイル。なるほど、やりますね。で消火器1回増えてますね、マイクスで。ちょっと待って、なんかブレイクアーマーとかいうガチでやばいカードサーチしてんだけど、ちょっと待って、それあれじゃないの、あれだね、OCG でこの間禁止だったやつだね。なんか先行案件で悪さしてたからっつって、自分ブレイクアーマー除外して、もともと守備力よりも守備力が低い超重武者を対象に、もともと差分のダメージを与えると。なるほど、なるほど、なるほど。鉄道4800あるけど。ゼロマックスエル、やばない。やばい。え、これ4800万ってこと？いったいった。
え？え？あ、やば。え、これもしかしてターン1でないですよね。やば。え？若牛ないのにいけるのそれ。